やあ、セスのキュウスケだよ。今回はこのゲーム、君のことめっちゃ触りたいっていうゲームをやっていきたいと思います。どうですか？タイトルがもう下心丸出しでしょ？この下心丸出しなゲームをおっぱい大好きセスケイさんがやっていくよ。最初からだ。ケースは学園のアイドル、アイドル、アイドル、アイドル。栃木県某所〇〇学園。この学園は栃木でも有数の心霊スポットだという。めっちゃ綺麗な心霊スポットやの。うわあ、もう昼か。ああ、何もない普通の一日でいいな。最近お化け騒ぎ続きで。うわあ、お化けおることがデフォルトみたいなことを言いやがった。俺、おもひと君は。思ひと君しゅ、これ主人公って読むね。なんだこれ。主人公って書いて思ひと君か。読みにくい名前するな。もう主人公で固めようとして。は、埼玉では珍しいタイプの高校生である。人とはちょっと変わった力を持っていた。主人公くん。主人公くんって読んでまうわ、これ。主人公くんって読んでまうわ。どうしてもこれ。もう主人公くんって呼ばん、もう。主人公くんって、オカルト詳しかったよね。いつものお化け知識で、一つ、人助けをしてほしいんだよ。え、いいけど、なんて読むんだよ、こっちは。何まさかさ、これ。主人公にかぶせてさ、これヒロインって読むんじゃないの？ヒロインって読みそうな気がするけど、ヒロインにしときますね。ヒロインさん、怖いの嫌いじゃなかったか。いつも心霊系の話になると飛んで逃げるじゃないか。うん、お化けって口にすむの怖いくらいなんだけど、今日はそうも言ってられなくなったんだよ。これから変な話するけど、笑われて聞いてほしいな。まずさ、変な話する前にさ、名前がポエコってところでさ、変なことになっててるから笑ってしまうんだよね。ポエコってなんだ、ポエコって。もうちょいいい名前つけてあげろよ。主人くもう名前が名前だけで主人くんってなってしまうやないか。この女の子の主人が俺みたいになってるじゃないか。なんかそれはいいな、なんかいいな、妄想しちゃうな。今、君だけが頼りなんだ。助けてください。お願いします。何でもしますから。彼女、ヒロインっぽい。本当にヒロインだったわ。あと、ヒロインのヒロの感じ変わっとるやないか、おい。いつれがヒロインのヒロの感じ変わっとるぞ、おい。どうしてさっきはなんか、鉱石の鉱みたいな感じになっとんなの。このゲーム、もう触る触らないの以前にさ、突っ込みどころ多いんじゃん。は、学園のアイドルだ。成績優秀で、野球もピアノもできるスーパーガールで人気者。明るくて裏表のない性格で誰とでもすぐ仲良くなってしまう。いざという時頼りになる子らしく、美少女なのに女子からの人気も高い。いいなぁ、誰からも人気があるっていう。それで多分これでさ、自分のことを気取らないタイプなんだろうな。ダメかな。めっちゃダメだな。どうして今結構食べたんか。なんかこう、いろいろ長所ありすぎて。まあ、とにかく胸がでかい。やっぱそこ見る？男子の姿勢を一心に浴びてる。おっぱいが？そんな学園の広い、で、まだ感じ変わったやん。さっき紹介の時の感じ違うやん、お前。戻った感じ。ヒロインさんと俺はなぜか、中学1年生の時からずっと同じクラス。休み時間だべったり、友達交えて遊びに行ったりする程度の仲だ。そこそこ仲いいやん。怖い話が苦手で、心霊系の話が聞けそうな匂いを察知すると、友達のとまで行った時点で逃げてる。その困りごとの内容で、もしかして、湯がつくもの？うん、湯がつく怖いもの。湯がつく怖いものか。あ、そうか、湯がつく怖いものか。あれだろ、湯豆腐。何が怖いんだ？結構美味しいよ。ああ、わかった。湯のつく怖いものの話ね。近所の廃工場とか行ったか？それ以降肩が重いとかないか？ええー、な、
なんでわかったの？噂には聞いていたけど、目の当たりにするとびっくりだよ。ヒロインさんの前ではそういう話しないようにしてるからな。ご配慮、痛み入るんだよ。怖い話すると集まるって聞いたから、怖い話苦手なんだ。でも今日は頑張っていきさつ話すね。夏だし高校3年だしってことで、あの廃工場でユッカとハルちゃんとで肝試ししたんだ。ユッカ逆インスタ映え写真欲しかったんだって。最近の女子やないや。バリバリ最近の女子してるな、ユッカちゃん。どんな子なんだろう、ギャルなんだろうが。逆インスタ映え、そう、今女子の間で流行ってる逆インスタ映え写真だよ。良くないボタンがあったら連打したくなるような写真を学校表サイトに上げるのが今ひそかなブームなんだ。使えインスタ。使えインスタって。さらっとツッコミが入りました。使えインスタ。しかし、あの廃工場なら気分が、なんて読むこれ、なんなりとしそうな写真撮れそうだな。それじゃあもういい写真が撮れたよ。3人で行ったと思ってたんだけど、写真では4人だったんだ。なんとかがいいおじさんとコラボしてたんだ。もうコラボって言葉をしてる時点でさ、そんなに怖く感じてなかったんじゃないの君。それ心霊写真じゃない？違うもん、心写真じゃないもん。そのせいなのかな、体調気味、不況気味というか、それに夜なんか誰かに見られてる気がするんだ。どうした、いきなり声。ゆうかとはるちゃんも同じような感じで困ってるんだよ。これがもしゆうだったら怖くて怖くて、ベイブルース以外の幽霊さんとは仲良くなれる気がしたいんだ。なぜベイブルースの幽霊とは仲良くできるのだ。めっちゃ野球好きやんこの子。ベイブルースってあれだろ、昔のメジャーリーガーでめっちゃホームラン打った人だろ。うん、かまれ。うん、かなり重いはずだよね。そりゃ重いだろうな。ここまですっごい見え、うっすら見えとんやけど。結構顔がすっごい見えるよね。後ろの人に会うのは2回目だけど、結構な上流、重量級。重量級ってボクシングじゃないんだからもう。後ろの人って、いやあんまりこういうこと言わないで。マイルドに、マイルドに。主人君って除霊もできるんだよね。お願いやってください。何でもしますから。除霊が専門な、除霊したいのは山場なんだけど、我が家の除霊方法はちょっと独特でさ、場合によってはしない方が楽かもしれないぞ。どういうことだ。何ヶ月も修行するとか大掛かりな儀式が必要とか。ああ、主人君の力をたくさん使うようなのならやらなくていいよ。うん、主人君の体力大事。めっちゃ優しいやん、この子。いや、除霊自体はすぐ終わるし、俺もそこまで体力使わないんだけど、やられる側の消耗がものすごく激しい。それと人によって感じ方は様々で、すっきりしたって人もいれば、やらなきゃよかったって人もいる。あと、もう一回やってくださいって言う人も。ヒロインさんみたいな女の子には辛いかもしれない。俺の知り合いでよければ紹介するよ。人気の人だから少し時間かかるかもしれないが。主人君、私こう見えても部活とかで仕事かけてるし、結構体力には自信があるから、ちょっとぐらい耐えるのは辛いのは耐えられるよ。それはよかった。本当にどんな除霊方法でも耐えられるか。うん、だからお願いします、主人師匠。主人なのか師匠なのかどっちかにしろ。これ完全に除霊方法タッチだよね、絶対タッチだよねこれ。主人家の男児はなぜか代々妙な力を持って生まれる。疲れた相手や物を触って除霊できる力だ。やっぱり太刀なんだね。読んで字のごとく、本当にそのまんまの能力である。やばいものや人を触る除霊、浄化完了。本当に声だけ。たまにしぶといやつもいるけど、ずっと触ってれば落ちる。マジックリンとかそのあたりの潜在ケアだよ。お前潜在系主人公だったのか。なんだ潜在系主人公って。そういう家系などだと言われて、無理やり除霊に付き合わされたり、力を高めるためと言われ、夏休みの修行で潰されたり、
昔は邪魔な力だとしか思っていなかったが、今なら言える黒力は最高であると。そう、黒力で おかげで役得展開があることだ。学園のアイドルにだってさわさわできてしまうのだ。除霊万歳。けすいな、やったね君。この学園一体は除霊しても除霊してもやばい霊が湧く一大何々スポットである。この町の除霊師に休日はない。だからたまにこういうご褒美がないとやってられない。そうだな、無才男教授を触る時だってあるだろうからな。主人公くん、本当にこの服でいいの？主人くんじゃなかったら帰ってるレベルなんだ。すごいエロいですね。めっちゃエロいですね。セクシーエロいですね。なんか除霊するっていう感じじゃない気がするんだよ。こんな衣装着た悪魔月がいたらエクソシストも逃げると思うんだよ。なんか従わせてるっていう感じやもんな。フェアリーテイルのルーシー系の服装やな。いやいや、意外なもので神秘性は宿るのだよ。その色や形が門を裂きやすいとされてるんだ。俺がエクソシストなら逃げないね、絶対。赤で肌がそこそこ出てればどんな服でもいいんだけど、まあぶっちゃけ除霊する側の趣味だ。いい趣味してるなこの野郎主人君。もしこの除霊に備えて置き衣装しておいてよかったぜ。備えあれば憂いなしだな。本当だな、おっぱいがめっちゃドアップになってるぞ。うん、ぽえこかわいいな。呼び捨てしている。東堂主人公調子乗って下の名前を呼び捨てしている。特殊な条例だし、今ならまだやめられるぞ。無理しなくていい。うん、この格好は恥ずかしいけど、条例頑張るって決めたから大丈夫。背後に誰かいるなんて、夜中トイレ行けないもん。そうだよね。セクハラと幽霊じゃ、幽霊の方が怖いよね。わかった。じゃあ、行くぞ。もう幽霊怖いのレベルでなかった。今のチーンはなんだ、今のチーンは。あとなんか絵のタッチが変わったね。なんかちょっとゆらゆらしている。なんかエロい。今から始めるわけだけど、心の準備はいいか？お願いします。怪しいところを座って除霊しろ。もうすでに除霊もうすでに除霊しているような方がいますけど、これはあれか、後ろに幽霊か。はあ、いろんなところを触るわけでもないんやな。めっちゃサワサワしてるやん、こいつ。この幽霊めっちゃサワサワしてるやん、お前。ずるいぞ、お前。サワサワするのは俺やぞ、お前。ただなんでもお前、こいつ左の腕だけをサワサワしてんだろ、こいつ。左腕フェチにフェチなのか。左上フェチ。なんだそれは。しかもこれ、あ、これタッチすればいいんかな。わ、何するんだ。あれ？もしかしてこれが除霊なのかな。確かにこれは人を選ぶ除霊方法なんだよ。今胸触ったのか。俺は胸を触ったのか。だから言っただろう、こういう除霊なんだと。そして手が滑ることもある。滑らせてんじゃないの。それ滑ってるんじゃなくて滑らせてるんじゃないの。主人公くん、悪いやつだね君は。中国は聞いておくべきだったんだね。頑張るから人思いやってほしいんだよ。今人思いにやってほしいって言ったよね。この幽霊やってお腹触ってる。プニプニしてそうな、第三のおっぱいレベルのプニプニしてそうなお腹を触っている。ずるいぞお前。序霊。どこ触ってんのさ。主人君の両霊個性的すぎるよ。個性的すぎるって言葉で済ますあたり、まあ脈ありだな。他の女の子にもやってるならちょっと嫌だよ。ちょっとなんだね。大丈夫だな、ちょっとだったら。すまん、手が滑った。普段は秒殺です。はい。普段めちゃくちゃいい球投げるのに、ここぞって時に手が滑る選手みたいなもんなんだね。しょうがないよ、そこがいいんだ。いいんだそれ。野球で例えるのどうかしてるで。わざとやってないか。わあ、首まで狙ってるあいつ。首まで狙ってる幽霊が。でもおっぱいをたまる。おっぱい。よし、行こうか。はい、首。
もう何回間違いは気が済むんだよ。もっと本気出せ。主人君ならできる。すまん。ヒロインさんだと思うと緊張しちゃって。わかる。こんなエロい体してる女の子を触るときってすっごいこっちも恥ずかしくなっちゃうよね。緊張するようなコアモでオーラ出してたからな。今キス試みをするからちょっと待ってて。コアモでオーラ出してる自覚あったんか。ちょっとそうじゃなくて、なんていうかヒロインさんは大事な友人だし完璧にやりたいと思っちゃって。大事な、わあ、そっか、大事な、私もそう思ってるござるよ。なぜか好感度アップしている。なぜだこの主人公、セクハラをしているのね。じゃあ主人君が緊張をほぐれるまで付き合うからガッツリ除霊しちゃってくださいなんだよ。さすがヒロインさん、根性もあるしいい子だな。ずっと同じクラスってだけのやつの謎除霊に切れずに付き合ってくれるとは。同じクラス、考えもしなかったけど、なんで俺とヒロインさんが同じ高校通ってるんだ。俺とヒロインさん学力違いすぎるじゃん。脈あり。おリア充爆発しろー。幽霊の財布の言葉か、それなのか。こうして主人公はヒロインポイ子を救ったのであった。もっと触っていたかったのであった。終わったよ。こんなエンディングの入り方なんだよ、閉まらねえな。皆さん戻ってきました。なんか調べてみたらさ、実はさ、この電球のマークだけじゃなくてこっちのハテナのマークもクリックできてね、このハテナのマークをクリックしたらエンドが変わるらしいんで、こっちの方もやっていきたいと思います。はい、つくか。はー、今のが除霊なんだね。なんだか肩が軽くなった気がするよ。でも今度はお腹がだるだる主な感じがする。今のが除霊な。じゃあ俺1周目にヤイオタン除霊じゃなかったんが。ただセクハラショートだけなの1周目で。マジかー。今のでようやく除霊したんや。1周目セクハラパーティーだったんじゃ。おい、ヒロインさんのどこ触ってんだ。はあ、それ一周目のお前に言ってやれ。すごいよすごいよ主人君、体が嘘みたいに軽くなんだよ。あれ、今度はなんか、やだ、なんか嫌な感じがするよ。そうか、首触られよったけん嫌な感じがするような状態だったのね。あー、ヒロインさんの首を俺のもんじゃ。何言ってるんだ俺は。これで最後か。くらえ、最後の、はぁ、待て、いきなり払うとは失礼だと思わないのか。どうした幽霊、幽霊が問いかけてきた。なぜ我が輩の邪魔をする。死後のゴーズライフを謳歌しているだけではないか。違う、お前はセクハラをしているだけだ。あやつじさんが困っているからだ。世によって学園のアイドル、あやつじさんって誰だ。ヒロインさんが壊ってるからだ。世によって学園のアイドル、ヒロインさんに取り付きやがって。うぅ、我が輩にだって可愛い子に取り付く権利くらいあるはずでござる。いや、そんな権利はない。お前のでかい図体のせいでヒロインさんは肩こりに悩んでるんだ。迷惑かけるな。くらえ、はぁ、くぅ、ふ、やったぜ。わあ、除霊すごい、肩が軽い、これなら好きな時野球ができそうだよ。やっぱ野球なのか君は。野球が恋人か君は。こうして主人公はヒロインポエコを救ったのであった。もうエンディングだ。いや、どちらにしろさ、終わり方雑。